ミニチュアエフェクトにとり、ミニチュアのデザインやコンストラクション、ディティールの完成は非常に重要ですが、ミニチュアに生命を吹き込み、リアリティを与えるのはその撮影です。ミニチュアの撮影には様々なテクニックを使います。例えば、リアプロジェクション、フロントプロジェクション、ブルースクリーン、そしてモーションコントロールもその一つです。これからモーションコントロールの世界にご案内し、我々がそれをいかに映画に活用しているかをご説明しましょう。1969年、私はジョージ・ルーカスとゲイリー・カーツからスター・ウォーズという映画に参加しないかと誘いを受けました。そのストーリー展開にはミニチュアと星空と爆発などの合成が必要で、特にクライマックスの宇宙船の戦闘シーンは大変複雑な合成でした。30以上もの要素を同じ一つの画面に合成するには、カメラが寸分たがわず正確に同じ動きを繰り返す必要があります。そこで私はモーションコントロール撮影システムを考案し、その1号機はダイクストラフレックスと名付けられたのです。モーションコントロールシステムの基本はコンピューターとモーター、カメラを支えるアームとトラック、そしてカメラ本体です。モーションコントロールシステムの中心はコンピューターとモーションアンプです。モーションアンプはモーターを駆動させる部分で、オーディオアンプと同じように入力された信号を増幅し出力します。スピーカーを鳴らす代わりにモーターを動かすわけです。このモーションアンプをコントロールするのがコンピューターです。コンピューターで情報を操作し記録します。もう一つの部分はカメラコントロールボックスで、これはコンピューターを通してモーションアンプとインターフェースされ、一コマ単位でモーターを制御、カメラのスピードや動きを決定します。これからオペレーターのジョン・サリバンがモーションコントロールのソフトウェアとその構成要素、そしてそれがどのように表示され操作されるかを説明します。それではモーションコントロールのオペレーションについて説明しましょう。ここに今出ている表示はオペレーション情報です。左側がカメラ本体をコントロールする情報で、右側がアームやトラックなどをコントロールする情報です。その内容はカメラのトラック、パン、ティルトなどであらゆる動きが可能です。またその動きはコマ単位の数値で表示され確認することができますし、常に正確に数値で決定した通りにカメラの位置を元に戻すことができます。これはトラックショットのスピードをグラフで示したものです。モーターがいろいろなスピードで動いていることがわかります。次にこれはカメラのトラック上での位置を示すグラフです。グラフにはキーフレームがあり、それぞれのキーフレームでここ、ここという具合に次々とカメラの位置を決定していきます。またキーフレームを一つ取り出して位置を修正することができます。すると全体の動きが変化します。カーブが平らになりましたが、つまりトラック上でのカメラの位置があまり変わらないということです。最初から動きを追ってみますと、まずカメラはスタートポイントから徐々にトラックアップ、つまり前方へ向かって動き、ここで一挙に後ろへ戻り、また前方へ進み、動きがゆっくりになりまた加速するというわけです。カメラ本体のコントロールには次のような要素があります。スタート、ストップのコマナンバー、撮影するコマ数、フォワードかあるいは逆回転なのかの指示、また1コマ単位で露出時間を決定しシャッター開角度を変えるなど、撮影に必要な全ての要素をコンピューターが制御します。さて、カメラの動きを作り出す基本的な装置の一つがトラックです。
レールの上に台車が乗っていて、それをモーターで動かします。我々は被写体がカメラに向かってくるようなショットでも、被写体を動かさずにカメラを被写体へ近づけていき撮影します。なぜなら特にミニチュアの場合、照明を一緒に動かすのが大変だからです。トラックの2番目の動きとしてはクロストラックがあります。レールの方向に直角にカメラを少しだけ横に移動させるものです。ミニチュアとカメラの位置関係を正確に決め、微調整をするときにとても便利です。さて、我々はこのリモコンボックスでトラックを操作することが多いんですが、それはコンピューターの前に座っているよりカメラも覗けるし便利なんです。やはり一度ファインダーを見なければ自然な動きにはなりません。カメラの動きの第3はクロストラックの上に取り付けたブームスイングです。これはクロストラックより大幅な左右の動きをつけるものです。ご覧のようにアームごと回転させます。この場合もカメラ側を動かすことでミニチュア自体が動いているように見せるのです。最後に一番上に取り付けたパーツはアームを上下させるものです。それはこの円形の部分で調整し、アームに取り付けたカメラが上下に動くわけです。こうしたカメラの動きはコンピューターに記録され、寸分たがわずに何回も繰り返すことができます。これはモーションコントロールシステムのカメラヘッドの部分で3つの方向に動きます。まず最もよく使う回転ですが、ご覧のようにレンズを中心にしてカメラが回ります。つまり常に画面の中に中心点があり、そこを軸として絵が回転するんです。次の動きはティルトです。この場合もレンズが動きの中心点になっています。最後の動きはパーンです。この場合も同様にレンズが動きの中心です。私の握り拳をレンズだとします。このレンズのところに動きの軸があれば、レンズ自体が大幅に動くことはありません。もしカメラのボディにパーンの軸があったとすると、レンズは大きく移動してしまいます。これはミニチュア撮影にとっては問題で、なぜならパーンではなくトラックショットに見えてしまうからです。さて、カメラはビスタビジョンを改造していますが、内部にもモーションコントロールのための工夫をしています。まずこの特製のレジストレーションピンですが、パーフォレーションのみでフィルムを固定するのではなく、カメラが回っている最中にこのレジストレーションピンでフィルムをピタリと押さえつけます。そうすれば同じ動きを繰り返して絵を合成する際、全くブレがなくなるんです。またビスタビジョンのサイズはこの穴の通りですが、通常の35ミリよりも大きく、それだけ画質も良いわけです。では実際にスペースヴァンパイアの撮影を再現してみましょう。まず指示棒によってシャトルをスタンドに取り付けます。これはスペースシャトルが地球から遠ざかっていくシーンです。さて、これがライティングを終えた状態ですが、実はこのミニチュア自体も動かすことができます。まず指示棒を中心とした回転、それからミニチュアを中心として台座を傾けることもでき、これはレンズを中心にカメラがティルトする原理と同じだといえます。
またミニチュア自体をパーンすることもできます。宇宙では太陽や月は短時間ではほとんど同じ位置にあります。そこでこの場合、照明の光源を動かさずにミニチュアの方を動かすと、その表面にはリアルな反射光が現れます。ちょっと注意してみると、影が機体の側面を移動するし、ブルーのハイライトも動いていくし、また影が反対側から出てきたり、非常にリアルな感じになります。次にはシーンの絵コンテをもとにモーションコントロールのコンピュータープログラミングをします。すべての動きの軸について検討を加え、数値を決定します。今回はトラックアップを中心とした動きで、ミニチュアのスタンドも回転します。いよいよ撮影開始ですが、まずはじめにブルーバックのステージでビューティーパスと呼ばれるショットを撮ります。モーションコントロール発明以前は、このショットから光学的に合成用の素材を作っていました。次に照明を紫外線に変えてマットパスを撮ります。マットとはフィルムの一部を感光から防ぐ役割をするもので、合成には不可欠な素材です。あらかじめシャトルにスプレーしておいた蛍光塗料は、ここで紫外線を受けて赤く輝きます。赤いフィルターをカメラに取り付けると、黒バックの中に輝く機体が浮かび上がり、くっきりとしたマットの材料となります。まずこの状態でカラー撮影をします。その動きはモーションコントロールによってビューティーパスと全く同じものになります。そしてこれをハイコントラストの白黒フィルムにデュープすると、機体の部分に光を通し、それ以外を露光から防ぐクリアセンターマットが出来上がります。そのネガフィルムが反対に機体の部分の露光のみを防ぐホールドアウトマットになります。こうして作ったマットとビューティーパスを合成するためには、オプチカルプリンターを使用します。我々アポジーのオプチカルプリンターは、光源と2つのプロジェクターとカメラで構成されています。2つのフィルムイメージが1つに焦点を結び、カメラで記録されるシステムです。まずビューティーパスの機体のみが感光され、スタンドなど余分なところは感光されない状態を作り出すために、オプチカルプリンターの第1のプロジェクターにビューティーパス、第2にクリアセンターマットをかけ合成します。同様に地球とそのマットをプロジェクターにかけ、先ほどのフィルムをゼロに巻き戻した上で新たに撮影します。さらに巻き戻して、星空とそのマットをプロジェクターにかけて、最終的に合成を完成させます。